私はもうあの時死んだと思えばいいやと思ってですね、言いたいことを言って、やりたいことを言って、やりたいことをやって、自分を表現ちゃんとしようと思って作ったのが今のクリニックです。皆さんこんにちは、三浦クリニック院長の三浦です。今日もよろしくお願いいたします。臓器と感情っていうシリーズですね。今日はどの臓器にしようかなと思ったんですけど、今日は甲状腺のお話をさせていただきます。甲状腺は喉のね、付け根にある兜のような形をしている左右に2つありますね、臓器です。小さい臓器なんですけど、すごい繊細なホルモンバランスを保ってまして、すごい微細なホルモンの動きで全身に影響を与えるっていう、すごい大切な臓器なんですね。実はですね、私も33歳の時かな、甲状腺を痛めた経験がありまして、病名はバセドウ病っていう名前でですね、甲状腺機能亢進症っていう病気になりました。喉が今は腫れてないんですけど、当時はもうパンパンに腫れてですね、心臓も腫れて、脈が速くなるんですね、代謝が亢進するんで、すごい脈が速くなって、一般的な治療としては甲状腺のホルモンを安定させるお薬を飲むっていうことになるんですけども、甲状腺の話をしてると喉が詰まって喋りづらくなってきましたね。これ偶然じゃないんですけどね、感情と臓器っていうのはつながってるので。喉っていうのはヨガの世界なんかでもよくチャクラって聞いたことありますかね。体のエネルギーセンサー、代表的なものとして7つのチャクラがあるって言われるんですけど、その中の喉っていうのは5番目のチャクラってよく言われるんですけどね、自己表現を司るチャクラ、エネルギースポットなんですね。ここが滞ると何かっていうと、自己表現ができなくなる。お腹の底から言いたいことがあるんだけど、こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかなとか、この場にふさわしくないんじゃないかなって我慢しちゃう。すると、ここでエネルギーが止まっちゃうんですね。それからよくビジネスであるような、その条件飲み込みませんって言われるような無理難題を押し付けられた時に、無理やり飲み込もうとしたら、口に入れるのはいいんだけど腑に落ちないから、ずっとここで止まっちゃうんですよね。ちょっとこれスピリチュアルな話に聞こえちゃうかもしれないですけど、ここで余計な感情が溜まることによって甲状腺が悪くなったりします。どうしようかっていうと、出せるところでいいんですけど、直接本人に言わなくてもいいんですけど、自分が思っている感情をちゃんと出すっていうことですね。言いたいことを言う、歌いたい歌を歌う、話したいことを話すっていうことをね、すごく大事にしていただきたいと思うんですね。言えない環境にある方なんかは、私がお勧めしたのは、鏡に向かって自分で自分に喋る。本当は今ってこう思ってるんだよねとか、実はあの人のあそこ嫌いとかね、もう堂々と言えばいいんです。自分との対話なんで、認識してあげるっていうのが大事なんで、自分が自分を認識してあげないと誰も認めてくれないですから、まず自分で自分を認めてあげるっていう意味では、声に出す、対話する、それからもう一つお勧めするのは、書く、ノートとかにね、自分が今感じてることとか書いちゃうことがすごい大事ですね。これができなかったんですね。私すごくいい人やってたんです。私は当時すでにもうカウンセリングを勉強してたので、私さえ我慢すれば世の中の問題解決するみたいな感じでね、私が方向をつければなんとかなるんだってやってたんですけど、やはり体は正直でですね、我慢できなくなったみたいで、甲状腺が腫れて、である時本当に耐えきれないぐらいのストレスが来た時に、我慢してたらですね、もう全身に症状が回って、体が動かなくなって、救急車で運ばれて、あと何時間か遅かったら死んでましたねっていうような甲状腺の発作を起こしたことがあるんですね。でそれを境に、私はもうあの時死んだと思えばいいやと思ってですね、言いたいことを言って、やりたいことを言って、やりたいことをやって、自分を表現ちゃんとしようと思って作ったのが今のクリニックです。誰に何言われようと、変な治療だとか怪しい治療だとか言われようと、自分がやりたい治療をちゃんと表現しようと思って今のクリニックを作ったのが15年ぐらい前の話なんですね。そっからですね、私の場合はたまたまって言われるかもしれないんですけど、その甲状腺のお薬も全く飲まずに、喉がヒューって、今も全然腫れてないんですけど、治って、薬飲まなくても全部数字が正常値になっちゃって、綺麗に治りました。先日血液検査もしましたけど、甲状腺の異常値は全く出てませんっていう風に、感情とね、甲状腺ってすごい大事なんで、代謝が亢進するバセドウ病っていうパターン、これちょっと行き急ぎパターンの人ですね。ああしなきゃ、こうしなきゃ、努力するべきとかってやっちゃうと、代謝が亢進してバセドウ病になっちゃうし、あと逆に世の中諦めちゃって、自分なんてどうせって諦めモードに入ると、甲状腺機能の今度低下症ですね、橋本病って別名言われますけど、心臓の働きも弱くなって
って代謝が落ちて体が冷えてだるくて何もしたくなくなっちゃうみたいな病気になる。こういう人たちは逆にちゃんと生きがいを持って甲状腺を通して自分の命をどう表現するかっていうようなことをしていかないとホルモンバランスが整ってこないので、生きがいを持ってやりたいこと、着たいとこ、食べたいもの、何でもいいんですけど、自分の生きがいやりがいを見つけていくっていうのがすごく大事ですね。あとまあ運動とかも当然大事だし、代謝が更新してる落ちてる人でも自律神経の調節っていうのは甲状腺の場合基本になりますので、しっかり呼吸して体を整えることとかですね、あとはよく噛んで食べること、橋本病の人は特に体を冷やさないこと、しっかりお風呂に入っていただきたいです。シャワーで済まさないっていうことですね。この辺を気をつけながらですね、体の行き過ぎたホルモンは下げる、下がり過ぎたものは上げるっていうバランスを取ってくれてるのが甲状腺なので、甲状腺っていうのは自分と向き合う臓器なので、自分のストレスと向き合いながらですね、ぜひ甲状腺を大切にしながら生活していっていただけたらいいかなと思います。では今日のお話はねこれで終わらせていただきます。またこういう臓器と感情の関係のお話たくさんしていきますので、ご興味があったらチャンネル登録、それから高評価ですかね、あとご質問があればコメント欄にご質問ください。それでは今日もねこれで終わらせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。